ボグダン・ソリン、スタンクは、ルーマニア・ピテシュティ出身のサッカー選手、ルーマニア代表。ポジションは、センターフォワードだが、セカンドトップや、左ウィングも務める。地元の FC ・アルジェシュ・ピテシュティで、選手生活を開始し、また、この間に期限付き遺跡で、CS ・ダチア・ミオベニにも在籍した。2006年夏に長年過ごしたアルジェシュを去った後は、 FC ウニレアウルジチェニでの2シーズンを経て、2008年夏に FC ステアウアブカレストと契約し、チーム最多の11得点で最初のシーズンを終了した。2010から11シーズンに公式戦で27試合16得点と活躍したことで、500万ユーロでガラタサライに引き抜かれる。だが、ガラタサライではインパクトを残せず、オレデスポルへ期限付き移籍を経て、 完全一席をし、オレデスポール降格後は、現地レルビル DSK へ移籍した。アルジェシュ・ピテシュティ1998年に、FC アルジェシュ・ピテシュティのトライアルに参加した際に、下部組織の監督の目に留まり、そのまま入団をする。2001年14歳の時に、父が心不全で亡くなったショックで数ヶ月サッカーから、離れていた。2005年に、ソリン・カルト監督によって、 トップチームに引き上げられると、期限付き遺跡で、ィビジア B の CS ダチアミオベニに在籍し、12試合3得点を記録した後、アルジェシュに復帰し、昨季ジャ FC ステアウアブカレスト戦で19歳の時に、ディビジア A 発出場を飾った。2006年夏に、カルト監督からジュゼッペ・ジャンニーに監督が就任すると、それから2週間後に構想外で放出されることになり、 アルジェシュのトップチームでは7試合の出場に終わった。プレシーズンは、かつて所属したミオベニで過ごし、試合にも出場していたが、最終的に、FC ウニレアウルジチェニと契約した。ステアウアブカレスト2008年5月7日に移籍金100万ユーロで、名門 FC ステアウアブカレストと5年契約で合意する。2008年6月30日に NK マリボルトの親善試合で、 初出場及び初得点を挙げ、7月26日にエースローマとの親善試合でも得点する。リーグの方では、8月23日の FC グロリア、プログレスルビストリツァ戦での2得点を含め、開幕から5試合で4得点を挙げ、冬季中断中の親善試合においても4得点を挙げると、再開初戦の FC バスルイ戦でも得点し、最終的に、 パンテリスカ・ペタノスと共にチーム最多の11得点を記録した。2009年3月14日の FC ポリテフ2課、ヤシ戦では決勝点を挙げている。2009から10シーズンの公式戦初試合となった2009年7月16日の UEFA ヨーロッパリーグ2009から10でのウイペシュト FC 戦において早速シーズン初得点を挙げる。続く マザーウェル FC との第一戦でラファウ・グジェラクのドリブル突破からのパス一得点を挙げると8月6日の第二戦では1点を追いかける中相手選手に倒されてペナルティーキックを獲得その後30ヤードの距離から逆転ゴールを挙げさらにグジェラクのドリブル突破からのパスを決めるなど全得点に絡む活躍を見せプレーオフ進出に貢献した それらの活躍は、ルーマニア代表に招集されるほどであり、負傷によって一時離脱コスしたものの、2週間後の戦と、パトリックスアスレティック FC 戦でも2得点を挙げ、ヨーロッパリーグの舞台で、チーム最多となる9試合6得点を記録した。まず、プレシーズンで6試合5得点を挙げると、7月25日に、敵地での開幕戦の FC ウニベル下でアクルジュ戦で、決勝点。 次の FC ユニベルシタテアクラヨーバー戦で同点ゴール、FC ビクトリアブラネシティ戦で2得点を挙げるなど好調なスタートを切っており、その後も UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、初戦のグラスホッパークラブチューリヒ戦、リーグ第5節の FC バスルイ戦で得点を重ね、第10節の FC スポルトゥルストゥデンツェスク、ブカレスト戦で再び2得点を挙げた。 次の FC ディナモブカレスト戦で1得点、さらにその次の CS パンデリー・トゥルグ10戦で2得点と2試合で3得点とした。その後、ヨーロッパリーグ第4試合目の FC、ユトレヒト戦で2得点、リーグ第17節の CFR クルジュ戦でも2得点、次の FC ユニベルシタテアクルジュで1得点を挙げ、リーグ戦18試合で13得点とし、シーズン前半戦を終えた。 ガラタサライ2011年1月21日に移籍金520万ユーロでスユペルリグのガラタサライ SKA4 年半契約で移籍する。トゥールキークパスのガズイアンテプスポルセンでの長距離シュートによる初得点を挙げた。ガラタサライではリーが一時代と違って苦戦し、同郷のゲオルゲ、ハジ監督就任以降も好転せずエスキセヒルスポルセン。 カスムパシャエスケ戦で挙げたのみにとどまり、リーグ戦、出場14試合中で先発を12試合、任されたにもかかわらず、わずか2得点に終わった。オールドスポル2010から11シーズンを失望の結果で終えた後、ファティフテリム監督は、翌2011から12シーズンのレギュラーに、 ミランバロシュとヨハン・エルマンデルに据えたことで構想外となり、2011年8月23日にオルドスポルへ1シーズンの期限付き遺跡に出される。最初の7試合で4得点と、ガラタサライ時代とは打って変わって躍動し、2011年1月最終週のエスキシセヒルスポル戦で見せたパフォーマンスにガゼで、フットボールによる週間最優秀選手に選出された。 その後も2月1日の円形アンカラギュジュ戦、12日のアンタルヤスポル戦、3月19日のベシクタシュー k 戦で得点し、17日のスイバススポル戦では、ハビートの得点をアシストした。2011から12シーズンに32試合10得点を記録した後、ガラタサライに復帰することはかなわなかったが、2012年7月2日に遺跡金250万ユーロ、 年俸120万ユーロの4年契約でオレドスポルへ完全移籍を果たした。現地レルビルリー2013年7月25日に現地レルビルリー SK と3年契約を締結する。8月23日のアクヒサルベレディエスポール戦で初得点を挙げて以降前半戦においてフルスガラタサライ戦を含め7得点を記録した。 U-21 ルーマニア代表として2006年から2009年まで15試合5得点を記録する。2009年8月にハンガリー戦へ向けラズバン・リュチェスク監督によって A 代表に招集される。同試合は負傷で辞退したが2010年9月3日に UEFA ユーロ2012予選のアルバニア戦でダニエル・ニクライトの交代で64分から 初出場を飾ると16分後に代表初得点も記録した。2012年2月9日のウルグアイ戦において頭で代表2得点目を挙げた。出展、出展、代表での得点出展。ありがとうございます。